皆さん、こんにちは。今回の企画は、米不足の戦国時代の中で、長尾家の初期の城だけ米が潤沢にあったらどうなるのか、検証してみたいと思います。長尾家ってことは、越後だけ米不足を免れた世界ってことか。不足するどころか、越後だけ米が有り余る状態になります。あと、今回米を潤沢にするのは初期の長尾家の城だけです。長尾家の城に越後ではない城も含まれていたり、逆に、長尾家が持っていない越後の城も若干ありますが、開始時点の越後の大半を長尾家が抑えてあるのは変わりありませんので、便宜上、越後の城の米を潤沢にすると表現させてもらうことがありますが、ご了承ください。そして、なぜ長尾家、越後だけを米不足から外すのかというと、現代日本における新潟県が、都道府県別のお米の生産量第1位だからです。その米どころ事情を、戦国時代の越後にも当てはめて、この企画で戦国時代を襲うことになる米不足にも、全く動じない越後にすることにしました。そもそも、戦国時代の越後が今のように米の生産量が多かったのかという疑問もあるんだが。まあ、その疑問は大いにありますが、それは一旦置いておいて、今回は企画のために、戦国の世でも日本一の米どころにします。今回検証を行うシナリオは、1543年の鉄砲伝来。他のシナリオに比べて長尾家が小さくて、より楽しめそうに感じたので選びました。必ずや乱世を生き抜いてみせよう。このシナリオの長尾家は、当主が長尾春影になっていますが、せっかくですので、シナリオ開始後に寿命をいじくって、すぐに軍神が当主になるように調整しておきます。その他の調整も含めてシナリオ開始後に行うので、早速大名を選んで始めていきましょう。ここから始めようか。さあ、シナリオ開始後の世界にやってきました。一部地域を除いて日本全国で米不足になるってことだけど、これはどう設定するんだ？難易度調整で行います。ちなみに、開始時点の春日山城の兵糧が3000、月々の兵糧収入が273というのを覚えておいてください。難易度設定では項目をカスタムにして、兵糧収入の項目を、自他ともに少ないに設定しました。これで、米、つまりは兵糧が通常より少ない世界が出来上がります。その他の項目は上級と同じ調整になっています。この難易度変更の結果、所持する兵糧の数は変わりませんが、月々の兵糧収入が136と、ほぼ半減してしまいました。他の城でも同じような結果になっていたので、兵糧収入を少ないに設定すると半減するようですね。つまり、全国の大名たちも同じように兵糧収入が半減してしまったというわけだ。かわいそうなことです。今まで茶碗一杯のご飯を食べれていたところが、茶碗半分のご飯になってしまうわけですからね。まあそれも、この越後を除いての話なんですけど、その調整が残されていたな。あとは、越後、長尾家の米をどうやって潤沢にするのかだぜ。その方法として、浄化施設を建てることにしました。ああ、施設のすべてが米問屋になっている。米問屋は国高を増やさずに、兵糧収入と上限が増えるので、それをレベル最大で建ててあります。飯山城の施設もオール米問屋。飯山城だけでも兵糧の数は29000。北条城も当然米問屋です。こちらの兵糧も約28000。これって、長尾家が全国の米を買い占めたんじゃないか？日本各地で米不足を引き起こしている原因が、長尾家の買い占めによる疑惑が浮上してきたぜ。人聞きが悪いですね。越後では有事に備えて備蓄していたんですよ。防災備蓄食料みたいなもんです。まあ、他で困っている大名には、米の一粒たりともあげたりはしませんけどね。ひどい。援助したくても、そういうコマンドがありませんから、仕方ないことなんです。そして、この浄化施設を建てた結果、春日山城の兵糧は66500、月々の兵糧収入は約2900となりました。なんという兵糧の数、なんという収入。これほどの兵糧があるとなると、茶碗大盛りでご飯を食べても追いつきません。一人当たりちゃんこ鍋大盛りでご飯を食べないと、消費しきれないようですね。勢力全体で見れば、兵糧の数は21600。国高は増えてないのに、兵糧だけ異常な数値だ。全国の大名家と比べても、かなりの量を持っていることがわかります。ぶっちぎりだな。ただ、兵糧は城に紐づいているので、春日山城の兵糧が多いからといって、他の少ない城に分配するなどは基本的にはできません。そして、今回の調整を行ったことで、長尾家は兵糧が潤沢にあるので、序盤の拡大には有利ですが、その代わり、後半は越後の浄化施設が米問屋で埋まっているせいで、
他の有用な施設が建てられずに不利になると思われます。なぜなら、おそらく AI は建ててある浄化施設を別の施設に建て替えることはしないと思われるからです。つまり、今越後で乱立している米問屋は、工場船などで破壊されない限り、ずっと米問屋のままってことか。おそらくですが、そうです。さらに、長尾家も拡張すると、そこでは他の大名家と同様に養老不足に悩まされることになるでしょう。越後以外では米問屋が建てられていないからな。なので、越後が米で溢れているからといって、長尾家にとっては単純にプラスとはならず、プラスにもマイナスにも作用するのが、今回の企画になります。それでは、すべての説明と準備が終了しました。全国各地で凶作が続き、米不足に陥る中で、越後の長尾家だけは、米が潤沢にあります。いえ、米があり余っています。しかし、そのために貴重な建築スペースをすべて米問屋で埋められてしまいました。果たして、そのような状況の中で長尾家はどこまで拡張することができるのでしょうか。いつものように、プレイを AI に任せて見ていきたいと思います。ゲーム開始から2ヶ月が経過しようとしています。お、ここで、当主が長尾影虎に切り替わりましたね。寿命をいじくったせいだからな。ここからは、この軍神に企画の方を引き継いでもらいましょう。ゲーム開始から半年以上が経って、やっと長尾家が動き出しました。養老は潤沢にあるはずなのに、他の先行する勢力よりわずかに出遅れての出撃となります。飯をたらふく食べて、動けなかったんじゃないか？ありえそうで困りますね。長尾家の最初の目標は松波城です。その城を治める畠山家に対して攻撃を仕掛けました。城の耐久や兵力が残っている中での落城となりました。城主が降伏したのかもしれません。やっぱり、お米を腹いっぱいに食べられる勢力の方が魅力的ですよね。松波城には米問屋を建ててないから、その範囲外になっちゃうんだけどな。それから2ヶ月後に、再び軍神が軍勢を出しました。今度は東の足名家を攻めるつもりだ。全国の大名が養老に悩む中、越後ではその心配が一切ないので、兵力がある限り、長尾家はどんどん敵を攻めることができます。そのおかげで、津山城も難なく落とすことができました。その後、攻勢を続ける長尾家は、黒川城を攻め落とし、ついで足名家の須賀川城を狙います。そして、城を陥落させました。ああ、部隊が解散したのと同時に、佐竹家と伊達家が攻め込んできた。養老に余裕がないくせに、無理して攻め込んできましたね。須賀川城が落とされたぜ。むむむ、黒川城の方はまだ必死に耐えています。北から援軍も到着しそうです。その到着を待たずして、伊達家の軍勢を撃退できました。信濃の方では、長尾家が村上家を倒すために出陣しました。長尾影虎自らお出ましだな。城を迂回して、三方向からの城攻めを狙います。圧倒的な兵力差で、問題なく城を落としましたね。このように出陣しても、米の在庫はまだまだたくさんありますよ。それから1年後の1547年。ああ、凶作が発生したぜ。しかも、越後を含めた関東甲信越を直撃した。ああ、そうですか。米不足の中で凶作イベントは地獄だろ。越後にとっては、全く痛くも痒くもないですね。越後以外の長尾家の城は多少のダメージはあるでしょうが、今も城攻めの主体となるのは越後の城からの軍勢です。お米があり余っているので、凶作イベントでほとんどダメージがありません。むしろ、他の大名家でのダメージが大きい分、もっと発生してほしいとさえ思ってしまいます。それから約半年後、村上家を倒した長尾家は、今度は甲斐の武田家に戦いを挑みました。いよいよ宿敵との対決の時が来た。武田家の部隊の中で、最初から腰病老が黄色の部隊がいます。お米がなくて困っているのかもしれません。越後の市場は米が山積みになっていますけどね。おい、沼田城が武田家に寝返ったぜ。なんだって、長尾家は越後とそれ以外で、米の格差社会だからな。それに嫌気がさしたのかも。ぐぬぬぬ。そんな中で砥石城の攻略に成功しました。ですが、もう片方の林城攻めは失敗に終わってしまいました。そして、沼田城の裏切り者にも制裁を加える必要があります。早速その軍勢が出ました。勝利をもって、世に義を示さん。沼田城が再び長尾家の元に帰ってきました。
その半年後、今年も間もなく7月が訪れます。そう、凶作と豊作のイベントが発生する可能性がある月です。お、今年は凶作ですね。ギリギリのところで更新越は入りませんでしたか。越後を除いて、凶作イベントが猛威を振るう企画だぜ。2年後の1551年、再び長尾家が武田家に対して攻撃を仕掛けました。斉藤家の軍勢がやってきたぞ。忘れていましたが、設定で他勢力の外交を積極的にしてあるので、武田家と斉藤家が手を結んでいたようです。おや、今度は台風イベントだ。大型の台風が越後を直撃したぜ。ああ、凶作なら全然いいけど、台風は弱いからやめてください。戦いはいい感じで接戦だぞ。しかし、最終的には武田家に軍配が上がりました。軍神がお帰りになられます。ですが、その後再出撃した長尾影虎は、再び武田家に攻撃を加えて、信濃に陣取る武田家の城を次々と攻め落としていきました。ちなみに今の越後の城の様子ですが、春日山城の最大兵力は1万2000、施設はすべて米問屋ですが、それでも結構な兵力を貯めることができています。飯山城も米問屋が健在で、最大兵力は4500。北条城は最大兵力が約3000。栃尾城の最大兵力は3500。与板城は3700。沢田城は2200となっています。灌漑水路や連兵城が建てられない分、多少は兵力に影響が出ていると思います。これも越後米で溢れさせた弊害だな。長尾家は甲信地方の他に、欧州でも順調に拡張を続けていきました。時として、北条家から攻撃を受けて城を失ったりもしましたが、そこから崩れたりはせず、踏みとどまって勢力を維持しました。そして、開始から17年が経過した1560年、勢力図はこのようになっています。長尾家が日立とその周辺一帯を支配していた佐竹家を下して、かなり勢力を拡大させたな。欧州方面の戦況も順調ですね。南部家を倒すのも時間の問題だ。機内の方は飛び抜けた勢力がまだいない感じですね。兵糧収入が少ないせいか、いつもより拡張ペースが遅い気がします。と思いましたが、九州は大友家がほぼ制圧していました。これは強い。長尾家も、その5年後には負けじと南部家を従属させて、欧州を平定しました。そして、長尾家は満を持して、ついに今川家に対して攻撃を開始しました。今川家は岩村城、高遠城の前線2つの城を、防衛拠点に設定して待ち構えているぞ。しかも今川家は三好家と同盟を結んでいて、その援軍が結構な数加勢してきました。それらを蹴散らして、攻城戦の準備に取り掛かった。その攻城戦が始まりましたね。白攻め成功です。そして、立て続けにもう片方の攻城戦も発生しました。我が志を、嵐となりて吹き荒れ。長尾家のダブル威風が決まりました。これにより、一気に所領が増えましたよ。長尾家が東海道の沿岸に到達したぜ。その後も今川家に攻勢を続け、ついでに武田家にも侵攻する長尾家。しかし、その長尾家の脇腹めがけて、三好家が攻撃を仕掛けてきました。ここで動いてきたか。相手は機内の覇者三好家。郡上八幡城が早々に三好家の手に渡り、そのまま、各地の長尾家と三好家の国境線で激戦が繰り広げられます。鳴海城と暗礁城が落とされた。これは厳しい状況ですね。その状況からさらに北条家まで参戦してきました。うわぁ、東西から挟み撃ちされたら防ぎようがない。その言葉通り、長尾家の城は次々と落とされていきます。そして、ついに三好家の軍勢が、米が潤沢にある越後の春日山城に向けて進軍してきました。越後に侵攻を許してしまったのか。3万を超す三好家の大軍、防げそうにないですね。なんで三好家の連中、圧倒的な兵力を持っていながら包囲で城を落とそうとしているんだろうな。あれじゃあ、時間がかかって、下手したら兵糧が尽きて退却してしまうぜ。こちらとしてはその方がありがたいですが、なんででしょうね。時間をかけられながらも、ここでついに春日山城が陥落、
三好家の手に渡ってしまいました。あ、もしかして、三好家が包囲による城攻めにこだわったのは。見てください。春日山城の米問屋がすべて無傷です。強行で強引に攻めていたら、米問屋が破壊されていた可能性がありました。米問屋を守るために、包囲による城攻めを？その意図があったのかはわかりませんが、結果的に春日山城のお米は守られました。その後、越後の城は三好家と北条家で分割されてしまいましたが、見てください。北条家に落とされた飯山城では、城攻めにより米問屋に被害が出ています。レベルが下がった米問屋があるぜ。同じく北条家に落とされた栃尾城なんかは、かなりの被害が出ていますね。米問屋が一つ完全に破壊されてあるもんな。それに対して、三好家が落とした城では米問屋が無傷です。北条城でも、開始時点の施設状況です。三好家が落とした与板城でもお米が守られた。以上のことから判明したのは、三好家の人たちは、お米を大切にするということ。お米の施設に被害を与えないために、あえて、包囲という時間のかかる城攻めを行いました。米粒一つ残さず食べてくれる人だな。生産者の思いを大切にしてくれる人たちですね。乾杯です。そんな方たちになら、越後を落とされても許せます。これからも越後のお米を大事に扱ってくれるでしょう。ここで勝敗が決してしまったので、今回の動画はここまでになります。今度は金銭収入なども下げた代基金を行うかもしれません。それではご視聴いただきありがとうございました。